グシニアはアメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ出身のバスケットボール選手。NBA のサンアントニオスパーズに所属している。ポジションはスモールフォワード。名前はメディアによってはサビアスやタデウスとも表記される。高校はテネシー州メンフィスのミッチェル高校に通った。在学中ヤングは3回州のオールチームに選ばれ、2005年には シューのミスターバスケットボールに2006年にはゲータレード選出のテネシー年間最優秀選手とマクドナルド高校オールアメリカンチームに選ばれた最終学年の2005から06シーズンにヤングは26.9得点13.8リバウンド4.1アシスト4.3スティール3.8ブロックの成績を残しチームをシューのチャンピオンシップ決勝にまで導いた 在学中は、クロスカントリーの選手としても活躍した。高校卒業後は、ジョージア工科大学に進学。1年目の2006から07シーズンから先発に抜擢され、14.4得点4.9リバウンド、3P シュート成功率41.9%を記録した。大学では1シーズンだけプレーし、2007年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。 一巡目十二位指名でフィラデルフィアセブンティシクサーズに入団する。ルーキーイヤーとなった2007から08シーズン序盤はベンチスタートだったが、中盤からは先発に抜擢されるようになり、主に得点面で活躍し、チームの3シーズンぶりのプレイオフ進出に貢献した。このシーズンは8.2得点4.2リバウンドの成績を残し、オールルーキーセカンドチームに選出された。 2014年8月23日、クリーブランド・キャバリアーズなどが絡んだ三角トレードで、ミネソタ・ティンバー・ウルブズに移籍した。2015年2月19日、ケビン・ガーネットとの交換トレードで、ブルックリン・ネッツに移籍した。2016年7月7日、インディアナ・ペーサーズに移籍した。2019年7月1日、シカゴ・ブルズに移籍した。 2021年8月8日、デマーデ・ローザンのサイントレードの一環として、ドラフト指名権とともにサンアントニオスパーズに移籍した。ありがとうございます。